歯科医師花川南で、コーヒーの自家焙煎店をやっております徳光コーヒーの徳光と申します。よろしくお願いします。うちのお店は世界中からですね、いわゆるスペシャリティコーヒーっていう素晴らしいコーヒーたちを取り揃えて、フレッシュな状態のコーヒーをたくさん、取り揃えておりますので、ぜひご利用いただければと思います。今日はブレンドを今回、はい、入れさせていただきました。チョコフカブレンドっていうんですけども、まあ、イメージなんですけどアフターテイストがビターチョコレートをイメージした少しコクのあるコーヒーになります。やはり引き立てですね、豆のまま引く抽出する直前に豆のままから粉に引いていただいて軽く慣らしていただいてですね、で粉の上にお湯を置くようなイメージで優しくゆっくりですね粉の中に浸透させるように、はい、すごい膨らみますね。そうですね、フレッシュなコーヒー引き立てのコーヒーはこういう感じでしっかりお湯吸収してくれますから、はい、それでしっかりとしたエキスがゆっくり出てきてくるわけですね。で少しここで我慢してあげるのがポイントです。動きが収まりきる少し前に次入れていきますね。で2回目入れていくと白い泡が見ていただくと分かると思うんですけども、これがアクみたいなものなのでできればこれを上にずっとキープするように、出ていく分入れていくような感じで繰り返し入れていきます。で意外と皆さん外側までお湯を回したがるんですけども、やっぱり端っこにお湯を入れてしまうと、はい、コーヒーのお湯がそのまま流れていっちゃう感じになりますから、やっぱりエキスを少しずつ伸ばしていくようなイメージで中心から外側にでまた戻す感じです。結構意外とくるくる早く回したがるんですけども、はい、やっぱりゆっくり入れていただいて少しコクを最後まで残していただくっていうのが大事ですね、はい、で結構最後お湯ドーッと入れちゃう方もいらっしゃるんですけど、やはり出ていく分入れていくと最後までゆっくり入れてあげるのが大事ですね。で一番最後ポイントですけども、はい、ダーッと入れないでゆっくり入れていって落ちきる前にですね取り出してあげるのが結構大事だったりします。こういう感じで出てる状態で取り出してあげるのが大事ですね。結構皆さん最後までよいしょよいしょって感じで振り絞るようにですね、出すケースも方もいらっしゃるんですけども、やっぱりアクを上にキープしたいので、最後まで抽出して定量になったら取り出してあげるというのが大事です、はい、もともと生まれも育ちもずっと石川の花川で、ここはもともと祖父母の家だったんですよね。それでなんかやっぱり石川もやはり寂しい感じなのでもうちょっと元気を出せるようにということで、やっぱり地元でまず始めようかなと思ってここでやり始めてます。やっぱり品質ってすごい大事だと思いますから、そこはやはり産地に行ったりとかして現物どういうふうに作られているのかっていうのを見ながらですね、いろんな情報を逆に皆さんにもお伝えできたりしていくような感じに、絶えずやっていかなきゃならないのかなとは思ってますけど、はい、お店をいっぱい作るっていうよりもやっぱり上質なものを絶えず提供できるような環境を整えていきたいなと思っているので、できればこの石狩でうまくそういう形で事業としてしっかり発展させていって、でまあ少しずつ広がっていくような動きがこれからもできればなと思ってます。